こんにちは。ちょっと音楽流しますね。ちょっとお昼の部はラジオ配信ということで、スキップ。ひろこさん、桜餅ありがとうございます。スライドサンバラありがとうございます。起きたのは何時ぐらいだろう、8時とか。お昼ご飯食べました。バタバタしてて、皆さんもお仕事頑張ってますか？22時まで寝てたわよ。22時？今何も食べてない。お昼ご飯は昨日の夜炊いた実家が送ってくれたカニの炊き込みご飯みたいなのを食べました。もち米の。食べてないって言ってなかった。え、嘘。食べたよ。お昼ご飯でしょ。食べた。食べてないって言ったよ。お顔は本日の19時から。ごめんね、昨日1時前ぐらいにツイートしたんですけど。昨日の配信で20時からって言ったんですけど、19時からにさせていただきます。ゆりかさん、桜餅ありがとうございます。インテリヤクザさん、流れ星ありがとうございます。無音なので犬見てチョウさんを想像してる。確かに見れない方あれだよね。ゆかさん、おうべんくんさん、初訪問ありがとうございます。若井さん、桜餅ありがとうございます。今日お仕事をやることあって頑張ります。声変わらないね。変わらない？変わらない。眠たい時はちょっと声低くなっちゃうかもしれない。お昼からお昼寝でしょ。いや、寝ないです。こんにちは。
匿名さん初訪問ありがとうございます。ひろこさんも桜餅ありがとうございます。やっほーひろしさん、羽山さんこんにちは。ひろしさん今私仕事中、あら頑張り中や、声低い、機嫌悪いとか、いやもともと多分クエナ声低いんだと思う、わかんないけど。お水飲んだ。 B21W さん初訪問ありがとうございます。早北さん宝持ちありがとう。はじめましてじゃないでしょう。こんにちは。ラジオ配信は低く聞こえちゃう。そうなんだ。なんでやろうか。チラチラ。28日か。ミータさんハートありがとうございます。いやストローマンさん流れ星ありがとうございます。あと1ヶ月後にクレナに会えるかどうか、会いましょう。イベント頑張るので。今週が100万ポイントで、あれだよね、次と次は50万ポイントなんですよ。でその4週目がまた100万ポイントなんですね。ののかさん初訪問ありがとうございます。なおさんに挑むのもありがとうございます。のじさんもありがとうございます。お、フォローしました。ののかさんありがとうございます。なるさんも2度目の訪問ありがとうございます。あ、ん？そういうことか。累計じゃないのか。あれ？どっちだっけ？そういうこと？1週間で150万ポイント、次また1週間で200万ポイント、そっちか。そういうこと？あれ？ゆうりんさん桜餅ありがとうございます。ちょっと聞いてみよう。ショールームの丸さんはじめまして、ビギナー、ありがとうございます。あれ、こういうの続けてやと思ってた。そういうことか。大変だねこりゃ。ショールームの次の週は0から150万
そういうことね。そりゃそうか。じゃああれだね、やばいね。こういうのがめちゃめちゃ配信したら300、1週間で300万ポイントって。ごめん、あのお茶入れます。すごいね。返信待ちなんですけれども、こんにちは。初訪問の方たくさんいて嬉しい。和志さんがフォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。松本坊さん、桜餅2種類あるんだ、ありがとうございます。あーって、あ、かっちゃんがフォローしました。し直したらこういうのまた通知来るのかね、どうなんやろな。怖いけど顔が見えないのはかなり寂しい。ごめんね。ごめんね。19時から顔を出るので、ドカンと見てください。あ、ほんとだ。フォローしましたになる。あれだね。外しても、外しても一回しても、いけるんだ。さやたんさん、ハートありがとうございます。ほら、100回目の訪問いらっしゃいまし。ロングさん、ラブレターありがとうございます。しげっちさん、バレありがとうございます。頑張ってください、ありがとう。皆さん、星投げカウント、コメント50個までやったらあれなので、もしよかったらお願いします。皆さんもお昼ご飯休憩時間、お昼ご飯休憩、何のイベント出てるの？うんとね、イベント出てるっていうよりかは、あの、なんだ？企画をしまして、やってます。で、4週間にわたってのイベントなんですけれども、1週間2週間で上位100名の方が抽選で申し込みできるんですけど、4月30日にあるイベントに無料招待っていう感じです。ですです。6時にやってるのかな、なんか
中身とかも自分で考えてみたいな、自分たちで考えてやってる感じですね。クラウスさん初訪問ありがとうございます。だからせっかくやるんやったらファイベントの中身も皆さんと考えつつ楽しい時間にしたいし、来れない方は配信用のイベントもしたいなって思ったりもして、そうなった時にね、なんか参加者くれなのみになります。あーくんさん初訪問ありがとうございます。トールさんハートありがとうございます。ハンさん2度目の訪問ありがとう。楽しいイベントにねしたいですね。しげちさんバラありがとうございます。ボングさんもハートありがとうございます。ねえこういうイベントもできるみたいで、でねまだ県外に出られない方も多いと思うので、なんかみんな楽しくてみんなねいい、なんか考えたい。クリニャンさんって AKB 卒業したのっていつだっけ。2019年の2月ですね。チョウさんこんにちは、挨拶だけです。お今日もありがとうございます。こんにちは。今朝二度寝しますか。この後二度寝しますかってこと。二度寝はしません。もう寝ません。今日何時間ぐらい寝たんだろう。昨日何かとね寝れなくて寝たふり見て寝落ちしました。ご飯炊いて寝たふり見ながら途中で寝た。場所は渋谷って書いてあるんですけど、まだ確実なことはまだ決まってないかも。でもいろんななんか自分たちでみんなで考えたイベントをそのままさあ、多分ライブハウスとかなって、例えば企画で前みたいな綿菓子を作るってなったら結構難しいじゃないですか。だから中身によって場所をさ考えてもいいかなとも思いつつ、思ってます。ひまりんさん初訪問ありがとう。かなぞうさんも移動千家さんも、ボングさんバラありがとうございます。クッキングスタジオ借りて料理でもする、それもありなんだよね。でなんかね中身によって多分イベント内容で場所で多分だいぶ定まってくるから、ネトフリではルローニケンシン見ました。でも一番最後のやつで途中で寝た。です。でね、マネージャーさんからの返信が来ましてですね。ポイントは毎週リセットされるみたいです。だから、1週間で100万ポイント、で、2週間目で1から150万ポイント、最後300万ポイントって達成できるかな？
毎日24時間配信しないとダメかも。青メガネさん、桜餅ありがとうございます。ワンワンニャンニャンさん、まるまるさん、初ホームありがとうございます。1週間で300万、そう、最後の週は。魔界さん、桜ありがとうございます。配信機材になってるんですけど、ライブ機材かな。配信時間は制限ないので。そうなの。こんにちは。2週目大事さんね。まずは頑張ります。168時間配信は絶対もうやばい。あと7分でお仕事だ。あら、1時からか。頑張ってね。あ、4週目の配信機材というよりかはライブでも使えるような何かは内緒ですけど、それが欲しいのがありまして、それを目指せ。そして2週間目が達成できたらツーショット一緒に撮りましょう。皆さん、1週間200万ポイントで1日平均28万6000ポイント。わーお。わーお。そういうことね。初訪問。エリンさん、鈴木さん、ありがとうございます。タオルさん、ハートたくさんありがとう。ルール分かってるよ。モグさん、会員ありがとうございます。新しいアバター。若井さん、レインボースターありがとうございます。概要欄をちゃんと読めてない。目の前でパソコンで見てるので大丈夫です。改めて
誕生日イベントやる予定ではおる。なのでちょっと4月ぐらいになったら皆さんに何日あけてっていうね、3週とカウント完了ありがとうございます。今日は茶色いカラコン入れてる。確かにすごいカラコンのおかげか目が輝いてますね。やっほー。てかさん、ハートありがとうございます。ボングさん、インディありがとうございます。でも誕生日イベントはみんなに来てほしいから、土曜日か日曜日やったらどっちがいいんだよね。日曜日に一応入りそう。土日にはしようと思ってます。ではお先にお仕事頑張ってね。豊さん、ハートありがとうございます。でもクレナの的には日曜日の終電ぐらいで帰れる時間までぐらいの方がいいかなと。そう、ね、ちょっとまた何日開けといてっていうのをお伝えさせていただきますね。日曜最終やったら、何時かね。誕生日イベントオンラインもね、あったらいいよね。あった方がいいね。ひなちゃん、ひなちゃんさん、初訪問ありがとうございます。ひろしさん、綺麗ありがとうございます。すごい音楽がなんか激しすぎる。もうちょっとゆっくりがいいな。あれ、あれれれれ、なんかお昼ぐらいのカフェっぽいやつ。いつものやつにしよう。春のコーヒー、これフリー BGM かな。土曜の方がいい？あれ、いつもの音楽にしたこ。ジャズ。どうだこれ、なんか
これまた不思議な音楽になりました。土曜がいいか。土曜の夜とか。でも4月30日は土曜なので、皆さんぜひお待ちしております。ストローマンさん、流れ星ありがとうございます。今日は家にいますか。配信時間は家にいると思います。マサミックさん、桜餅ありがとうございます。その日は予定が、うわ、有馬、タトさん初訪問ありがとうございます。初訪問の方、ちょっと後で買い物行こうと思って、いろんなお気に入りのスーパーに。トールさん、ハートありがとうございます。こんにちは、かっこ。お菓子は買わないぞ。お菓子は買わないぞ。でも料理したいな。19時から料理する？こんなすぐになんかあれなんですけど。あ、でも時間がな。しようと思えばできるけど。オムライス、ご飯がね、あのカニのやつが全然なくならないので、それを多分食べないといけないですね。携帯重い？そう。あれ今。食レポ。料理料理。これ早くやりたい。一緒に映画見る配信。でも途中から来た方は絶対入れんよな。前もってめちゃめちゃ告知して、だね。でもテレビとかで流れてる、なんか金曜ロードショーみたいな、そういうのやったら途中から入った方も一緒に見れるか。どうなんやろか。
金曜ロードショー。4月1日はベーストと魔法の使いの旅だって。その次もビーストでも、これなんかビーストのやつ見たことある気がする。どうも覚えてないな。テレビのやつ。4月15はコナンだって。4月29が魔女の宅急便。5月6日が耳をすませば。やるへそー。土曜ロードショーとかあったっけ。土曜ロードショーある。これめっちゃ好きなやつ。これ見た。ねえねえ、4月2日21時から23時25分まで約束ネバーランドだよ。これ見るか。知ってますか、これ。そう、北川景子さんの。このネバーランドをめっちゃ好きで、アニメで見てて、実写版見たことない。これ見るのありだな。土曜4月2日。これその次の週って見れないのかな。いいアニメ。花火みなみちゃんが超かわいい。それな、かわいい。番組表、あ、出てないんだ。次の週のやつとか出てないわ。今週の土曜日ネバーランド。他のキャストさんは、でもいろんな方出るよね。渡辺直美さんすごいよね。迫力がすごい。大さんパフェありがとうございます。ひろこさんもハートとだるまありがとう。わかるわかる。けどまたね、次は行けても無音かも。あら、お仕事頑張ってね。次の枠は顔出てるんで見てください。19時から。もうどんどんみんなお仕事行っちゃうの。頑張ってね。でもさ、4週間あったらなんかドラマとか1話から見て完結できないのかな。
自分やと無音から解放されました。おお、ライさんお疲れ様。できそうだよね。なんかさ、みんな見たことないやつとか、今やってるやつとかさ、なんか一緒に見たい。これね、一人で見てもさ、次から次へとさ飛ばしちゃうんだよね。そうなの。ネタフリでもありだね。ネタフリ。ネットフリックス。ね。でもネットフリックス入ってない方もいるよね、きっと。キングが大好き。ネットフリログイン。これ見た、スイートトゥース。ハンドレッドは途中すごい話が長くて途中で終わった。あ、これ見たい。スタンドバイミー、ドラえもん。前向きになる、心温まる劇場版アニメ。見たいこれ。ストレンジャーシングス、あ、ストレンジャーシングス大好き。タイトル聞こえたお兄なんて誰の。これね、意外とね、こういうなんかアニメのさ、ディズニーとかでありそうなネットフリ限定のアニメとか好きなんだよね。シングも見た。あと実話系好き。ウォーキングデッド、なんか新しそう。そんなことないかな。ウォーキングデッドってめっちゃさ長いからさ終わんないよね。新しいのやってるんだ。シング、わあ迷うね。ペッパーハウス大好きやった。見た。
日世闇に住まうもん。怖そう。怖いのかな。ずっと昔から島に忍び。恐ろしい悪夢に変わらないって。へえ。なんかヒーローキッズ、なんか首長くなってんな。11人の次世代ヒーロー、世界を救う一度きりのチャンス、ロバート・ロドリス、ロドリゲスによる。あー、そういう感じか。こういうの好き。めちゃめちゃネタフリ、何見ようか探しちゃってる。なんかすごいジャズな音楽ですね。面白いよ。面白いんだ。転生したらスライムだったけん、途中まで見たな。スラムダンク、キングダム、イネアシャ見る。イネアシャ好き。トワイライト、いやー、いろいろありますね。怖いのは映画でしょ、多分。ほら、ほら、なんかさ、ホラーっていうよりさ、ヒヤヒヤするの見ようよ。なんか、はあ、どうなるんだみたいな。何これ、ナイトブック、魔法や恐怖の要素を加えた現代のエンゼル・グレーテル、ホラーの児童向けの怪奇小説か。優しめですね。呪いのビデオとか、なんか実話系ちょっとクエな、なんか ついちゃいそう。なんかこの音楽、日に当たりながらさ、もうなんか鳴らしながら寝たい。ゆっくり寝れそう。でもネットフリよりアマプラの方がなんかみんな入ってそうだよね。いや、これ寝落ちするやつだよね、この音楽。マジで思いません？ちょっと飛ばそうか。あ、いいね、いいね。ネットフリとフール？フールまだ入ってないんだよね。ネットフリ学園の結構見るかも。
なんかネットフリでないものをアマゾンで探してみたいな感じ。あ、青鬼の映画ってさ、あるの？見たい。その後青鬼やろうよ。青鬼やるかな。あ、ある。え、なんか怖っ、不気味。2015年にあった。不登校の同級生シュンの家に向かっていたヒロシとアンナ、そしてシュンをいじめてた生徒たち。怪物が出ると噂される無人の洋館で彼らが遭遇したのは究極の恐怖だって。アニメもあるんだ。へえ。いろいろあるね。チャッキーとかめっちゃ怖いんだけど。絶対見たくない。いやー、怖いのいっぱいある。やだやだ。これさ、あれ、これ違うかな。あの映画なんだっけ。ちょ、すごい映画の話ばっかなっちゃってんだけど、話どんどんずれてきちゃうね。なんか1年に1回は何してもいい日でのやつなんだっけ。これが13日の金曜日、これじゃないかな。違うか。なんか1年に1日ほんと何してもいい日で、あの人を刺したりとか、そうそう、犯罪解禁されるやつで、次の日になったらもうダメなやつ。そのためになんか普通の日とかは犯罪ゼロみたいな、その日までみんな準備して、みんな、あ、パージだ、パージ。それパージか。パージ怖かったな。うん、ちょうどパージ出てきたわ。あれ、これ怖いよね。日々の怒りや不満、ここなら一年に一晩、それらを爆発させても問題ない。ただし参加しないのなら、家に誰も入れるべからず。はい、入れる。一人の方がいいってことで。怖いよね、それ。なんかアニメでもなく、だからすごい恐怖。エスター見てみたい気もするけど。やば、もう26分だ。あと4分で終わっちゃう。早っ。初訪問の皆さん、ありがとうございます。チョークエナです。今日19時からあの顔出しで配信するので、もしよかったら来てください。エスターは絶対見れる気。え、そうなの。
え、見たい。ぜひ19時からお待ちしてます。顔出します。名探偵ピカチュウ見た。くれんな、これ映画館で見た。19時半までお仕事のそれまでやってますように。やってると思う。1時間ほどまた配信します。お待ちしてますよ。人竜の、え、怖そう、怖いやつ。初本もありがとうございます。バグさん、なんちさん、よいしょ。青鬼見ようか。青鬼かネバーランド、テレビでやってるやつ。また決めましょう。ではそろそろランキングに移りたいと思います。13位、ででん、ひろしさん、ありがとうございます。12位、松本坊さん、ありがとうございます。11位、ゆりんさん、ありがとうございます。10位、しげちさん、ありがとうございます。9位、ひろこさん、ありがとうございます。8位、とおるさん、ありがとうございます。7位、みーたさん、ありがとうございます。6位、いるかさん、ありがとうございます。5位、ストローマンさん、ありがとうございます。4位、だいさん、ありがとうございます。3位、ゆたかさん、ありがとうございます。2位、若いさん、ありがとうございます。1位、ボングさん、ありがとうございます。ありがとう。ではでは、皆さん、お仕事引き続き頑張りつつ、お休みの方はなんか桜とかでも見に行きつつしましょう。また19時お会いしましょう。マンゴさん、ありがとう。お疲れ、ありがとう。お仕事戻ります。お、頑張ってね、みんな。また19時お会いしましょうね。では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 、ありがとうございました。また夜ね、19時ね。大さん、お疲れ、ありがとう。じゃあまたねー。